こんにちは。岡田歯科矯正歯科の院長、岡田直樹です。動画を見てくださりありがとうございます。少しでもこの院内の雰囲気が伝われば幸いです。ではご覧ください。子供の患者さんが多いので、子供の診療には力を入れています。で、子供っていうのはやっぱり怖がって歯医者さんに来ると思うんで、まあ、ちょっとでも楽しんで帰ってもらえるように気をつけております。いつも優しくしてくれてありがとうございます。将来岡田先生みたいなかっこいい歯医者さんになりたいです。まあ、みんなも楽しい患者さんばっかりで、気さくな患者さんばっかりで元気もらっております。やっぱ子供が多いですけど、大人から子供までたくさんの人が来てくれてます。親子3世代で来てもらっている患者さんとかもいますので。今は治療が終わって、歯石、あとは検診をしていただいているわけですけども、気持ちよくて寝てしまうっていうことがありますね。楽しく手をつなぎながら来てますね。あんまりひどくならないうちにいろいろと治療してもらえるので、今までの思ってた歯医者さんよりも痛くて怖くて、キーンっていう音がみんな払拭されたような感じ の歯医者さんになったので、ここに来るには楽しく来させてもらいたいです。スタッフもみんな明るい人ばっかりなんで、もう楽しく働けております。大人も子供も気楽に来てくれるような場所ができたかなっていうのはいつも思ってて、歯医者っていうとすごい緊張する場所だから、こっちが少しでも柔らかい雰囲気でいれば患者さんも緊張がほぐれるかなっていうのは思ってます。